ここにいる皆様を第四部隊に編成します。隊長は鶴丸国長に命じます。おっと、こりゃ驚きだ。紺之助じゃないか。すっかり時間素行軍に囲まれてるみたいだね。どうやってここの本丸の場所を探し当てたのかな。今重要なのはそこではありません。時間素行軍と戦い殲滅してください。何なんだこの手は。くそ、強化文様です。皆様の適応力を見せてください。そろそろ試したいこともありますし。何を言っている、ふざける。まあまあカラちゃん、気持ちはわかるけどね。敵が近い、ここはやるしかなさそうかな。任せておけ、驚きの結果をもたらそう。かっこよく行こう。おさふね話そう。三つただが一食い参る。こりゃまた団体さんのお出ましだな。久しぶりの戦闘だ。鶴さん、カラちゃん、油断せずに行こう。俺一人でも十分だ。お、驚くほど体が軽いな。頑張れば飛べるんじゃないか。また時間素行軍が現れたね。一緒に行けるかい。引かれるまでもない。もたもたしていたら置いていくぜ。そら襲撃くらいじゃ驚かないさ。ただな、紺之助が来たとなる。数ばかりそろそろと。とはいえ、ちょっとこの数はまずいね。妖精を承認、必殺技を解放します。力を解き放ち、敵集団を撃破してください。お、新しい力かい。そいつはいい驚きがありそうだ。始めようか。防御しても無駄だよ。ここで華麗に決めてこそだよね。お、三つ棒かっこいいね。かっこよく戦えたかな。必殺技の発動を確認。問題はないようですね。おい、一体なんだ今のは。どうやら僕らに施されたのは単なる強化じゃなかったみたいだね。こんな力が必要な事態ってことか。どうやら退屈しないで済みそうだ。